なんかね、いいわ、そういうふうに確かにみんな言ってましたね、ずっと言って。いや、日刊承認って言ってんです。だから、日蓮召集ってぼかさないでください。本源の死を離れて成仏じゃないと思う、御所に書いてあります。根源の本源の死と書いてある。ちょっと質問していいですか、はい、例えば、私がご本尊様だったら、要するにご本尊様っていうか、私が、私の中に肉弾に弱しますご本尊があるならば、それでいいんですよね。そう。それに力を出せばいい。ですよね。この肉弾に弱しますご本尊様を磨くためには対象物が必要で、そのご本尊様が要するにこちらのご本尊様で、そして私はね、今もそうだけど、このご本尊様と法案2年のご本尊様と、そこが根源で、そこがこれをいただいたと思って信心してきたわけですよ。で、私の中のご本尊様を磨くには法力が必要だと思う。私は神力ですけど、私はただひたすら神力、でも法力は私にはないわけですよ。要するにその法力って、南無法蓮華経が、この南無法蓮華経が 磨いて成仏の境界になるまでは磨く研磨剤が必要だと、この研磨剤が私にとっては、このご本尊とのこの流れで、法安2年のご本尊様、要するに日蓮大聖人が書いた、書かれた法安2年のご本尊様、それを教えてきたのが日蓮聖宗なんです。戸田先生も牧口先生も池田先生も教えてくれたんです、それは日蓮聖宗がそういうのを教えたんです。いやでも日蓮聖宗がそういうふうに法を犯したならないと、それも全部教えてきたわけ。ただちょっと待ってくださいね、でそういう中で、現代のこうやって世の中に合わせると、例えばキリスト教の国にもこの一あの大聖人さんの仏法をやる人もいる、ヒンズー教の国にもいる、ね、いろんな宗教の国にこの何によるか広まっていくわけです、でそういった場合にはその国によってもみんなこうほらあるわけですよ。日蓮召集はドイツのね、なんだか歓喜の歌だったっけもうそういった歌とかも大法王の日経がね、そういう話をされたとか、やっぱりもう世界に広まっていくちゃならないのに、いつまでも自分の宗派に固執してる。それ池田先生が今回のことを決めたんですかね。そのこともみっちゃんに送ったんですよ。どうやら原田会長が勝手に決められたとそんなことはない、そんなことはないです。そんなことはないでしょ。そんなことは言えない。いや、そういう…みんなの合意がなかったら、だってそれ決めた決めないじゃなくて、伝道文書っていうのがあって、決めた決めないじゃなくてさ、あなたも言ったんですけども、ご本尊様に、私たちがさ、今のほら、西川少年様のご本尊様いただいてますよね。そのご本尊様に今の何に本音か唱えて、物力、法力を、この自分の生きてるこのシャバ世界の中で、それをいかに発揮していくか、実証を示して表していくか、自分がいかに命を光り輝かせているか、あと世界にこの自分の周りに衣装不倫の原理でね、この周りに自分のそういった姿を見せて、この宗教はすごいんだっていうのを見せているか、その姿がこの立正安国なんですよ。だからそうやってほらこの向こうにつながってなければどうのこうのっていう、それよりもまずこのご本尊様を自分でもって大目を一生懸命上げて、いかにこの現実の中で戦って釈服を大勢の人にして幸せになってもらって、そういうことが大事なんですよ。それをするために私はやっぱり根源、さっき、こちらの方が言った根源って大事だと思うんですよ。それは私にとって日蓮大聖人なんですよ。実は日蓮聖人は確かにいただいたけど、本当だったら日蓮大聖人が書いたご本尊をいただきたいのは本当だけど、それはできないから日韓聖人 のご本尊やってるけど、やっぱり一番相田先生も言うけど、日蓮に帰れ、御所に帰れ、そこに私は帰ろうと思うわけですよ。池田先生も年を召されて、でじゃあさ、今日韓聖人様のご本尊様を今祈ってて、祈りが叶わなかったですか。叶ってきましたけど、これから法安2年のご本尊様と、呪事の対象にしないっていう新聞を見てから怖いと思いました。すごく怖いですよ。叶ってきましたよね。
だってこれからでしょ、うん、今までは叶ってきましたよね。叶ってきましたよね、あの祈ったら叶いましたよね、うん、うん、それなんですよ、その確信、それぞれ大聖人の時代に帰ればいいんだね。日蓮大聖人の時代に帰れば信心を。そしたらその通りでいいんですよ。日蓮大聖人の時代に帰れば、うん、ね、そういうことが書いてあるわけ、御書には。ね、で出世の本会が弘安2年のご本尊だということは御書の中にはないわけだからさ、ね、本当に大事だったらそういうことを必ずいろんなところで言ってくるはずですよ。ね、弘安力は大事だから。あの高専力は絶対主義というね。今までがお前は嘘を教えてたって。嘘じゃなくて、そういう問題じゃない。それを教えてもらったのは日蓮聖宗から教えてもらったんです。その日蓮聖宗が破門したわけ。で、破門されたら私たちはじゃあどこに行くかといえば、磁石、創価会に与えられた磁石高専力、世界の高専力を知らせたいというご本尊様のために、ところに集いあってね、そこに集いあって、うん、ね、そこからまた決意を新たにして出発していくのは、私たちと一緒の役目でしょ。今まで私は戸田先生、まあ、三代会長の文字、うん、あと池田先生に教わったことは、さっき言ったように、やっぱり出世の本会は弘安2年のご本尊さんだと、うん、そういうふうに教わって、それを純真に信じてきました。うんうん、私も信じてきました。それで区力があったんだと思います。はい、そうそう。ところが、うん、昨年末ですよね、弘安2年を授事の対象にしない。というん、ことは、これから未来ですよ。うん、それが怖いんですよ。で、その前にね、私が願いが叶ってきたのは、ちょっと待ってください、昨年末は、うん、確か叶ってきましたね、うん、じゃあもう自身の対象にしませんって学会が言ったら、うん、そのご本尊の法力がどうなるんだろうと、うん、私はすごく怖かった、うん、あ、じゃあそれちょうどいい答えがあります。それが池田先生が、うん、あのハワイでもって、うん、あのなんだ世界こあの SGI っていうのを発足したんです、うんうんうん、でその時は4月26日、うん、あ、よく知ってますね。その時に、今まで創価学会は一つの屋根の下でもって、さあこっち行こう、そうこっち行こうって団体でもってこう行ったり来たり、うん、戦いも行ったり来たり、みんなでもってやってた、うん、そうじゃなくて、これから の, あの創価学会は一人一人の中にご本尊様があって、そのご本尊様はね、自分の一人一人の中に学会があるんだよと、一人一人の命の中に学会があるんだよと言ったんね。それは法力、日蓮仏法じゃなくて心理学的に聞こえますけど、すごくどう思うわいですけども、うん、要はほら、今までは要するに自分の中にこの真珠を確立しなさい、このご本尊様を自分の人生の遺書として、このご本尊様を自分の人生に、このご本尊様は誰がどんなことを、また権力のどんな圧力がかかろうと、自分は絶対にこのご本尊様を信じて生きているんだと、そのことを確立しなさいということを池田先生が言われた。それは十分あります。だからそのことを言われたんであって、その時にもちゃんとそのことを言われてあるんです。いろんなことがあろうが何があろうが、あなたにはもう今あるご本尊様があなたを一生このご本尊様でもって症状をしてくださるご本尊様なんだっていうことを言われたことなんですよ。その池田先生がそのことを言った時に、今まではそうじゃなくてね、日蓮召集とかね、そういったあれが、あの今の弘安2年10月12日のご本尊様があの出世の本会だって言われて、それにつながってなければどうのこうのってのもあったけども、これからはもう今あるご本尊様、自分に家庭にあるご本尊様、このご本尊様を信じ切って、一生涯どんな難があろうが耐えに耐えて、ほんで自分が社会の中に持って実証を示していきなさいということを言われたのが、今度は一人一人の中に創価学会があるってことを言われたことがそのことなんですよ。でも池田先生、あ、どうぞ。